ウェールズ語の聖書法は、ウェールズ語の単語や定着した借用語を書くために29種類のラテン文字のジボを使用する。アキュートアクセント、クレーブアクセント、サーカムフレックス、およびトレマも母音に対して使われるが、アクセント記号付きの文字は、アルファベットの一部とはみなされない。ジボ J は、比較的つい最近、ウェールズ語の聖書法に受け入れられた。これは、D、音が、 ウェールズ語でも保持されている英語からの借用語で使用するためであるが、この音は英語の綴りでは J で表されてはいない。例えばガーやフライッジなどである。より古い英語からの D を含む借用語は他の様々なやり方で発音され綴られており、時折シアパンとジャパンのような二重語が生じる結果となった。ジボ、K、Q、V、X。 および Z は専門用語で使われることがあるが、すべての場合で、ウェールズ語の字母によって置き換えることができ、多くの場合そうされる。ウェールズ語で印刷された19世紀のウェールズ語、アルファベットウェールズ語の最古の文字資料は6世紀に書かれたもので、ラテン語アルファベットで書かれている。この聖書法は、現代のウェールズ語のものとは異なっている。特に、 単語の中間と終わりの優勢破裂音 B、D を表すために P、T、C が使われている点が異なる。同様に優勢摩擦音 V は B と D を使って書かれていた。中期ウェールズ語期までにこれは多くのバリエーションを持つようになった。現在では B、D を表すのに B、D、G が使われているものの これらの音はコウェールズ語のように書かれることも多かった。また、ウイ、ワユー、ウイ、エフ、または w によって表記されることもあった。また、初期の写本では摩擦音が破裂音と区別されないことが多かった。現代のアルファベットとは異なり、初期素形も特に前下ボインの前で使われた。この字母が使われなくなったのは、少なくとも部分的には、 ウィリアム・セールズベリーのウェールズ語新約聖書と、ウィリアム・モーマンのウェールズ語約聖書の出版が原因である。これらの聖書の印刷業者が持っていたのは、英語とラテン語のための活字セットであったため、すべての K、音を K と綴るには、K の活字の量が十分でなく、K の位置で C が使われることになった。これは、当時好まれなかったが、標準的な用法となっていった。この時期、 も、DD の代用となる字母として使われた。例えば1567年の新約聖書中の一節 A 代は Y、シックはイメイスイヤーオルティーガーアデス Y エガイ e g a は、と DD の両方を含む。他の場所では、同じ単語が異なる。綴られ方をしている例もある。印刷業者、出版社のルイス・ジョーンズは、ウェールズ語 F とフォルティシモを V と F で置き換えた、制限のある。 綴り字改革を好んだ。おおよそ1866年から1886年まで、ジョーンズは植民地で彼が出版、編集した数多くの新聞と定期刊行物でこの新しい綴り方を採用した。しかしながら、現在では、この監修の名残は、パタゴニアの地名トロベリンだけである。1928年、ジョン・モリス・ジョーンズが議長を務めた。 委員会が現代ウェールズ語の聖書法を標準化した。1987年、スティーブン・ j ウィリアムズが議長を務めた委員会がさらに小さな変更を行った。これらの委員会が制定した規約が現代のすべての作家によって遵守されているわけではない。下の表中の N と S は、ウェールズ語の北部及び南部方言に特異的な編集を示している。 ウェールズの至るところで、すべてのシーン字母が対応するシーンに、手話を加えたものを用いて命名されている。別の体系も使われている。ABC 文字列詞は後ろに母音が続くときは、を示す。同様に、D よび T は後ろに母音が続くときに、それぞれ D よび T を示すときがあるが、これらの音は、借用語では J、グラムジョッキーやワッツウォッチのように J および、 ts と綴られる。音素 h を表すことに加えて h は初期素メガヘルツ nh, ngh 及び rh において無生性を示す。また、ギリシア語由来のほとんどの単語がホルティシモで綴られているもののギリシア語由来の単語において p の帯に変異を示す二重音字 ph がごく稀に見られることがある。ab 北部ではジボ U とンは ではなく、南部と同じように、i と時折発音される。これは、先行する母音が、の時、または、Y の前、または、後ろが、G、G、の時、または、後ろが、W、U、の時に通例であり、二重母音が形成される。マーファレッジ・ Y ・ジムレイング。ゲライア・ジャ・イアー・アッカダミー。バンゴア・ユニバーシティ。2014年7月25日。 閲覧。ボインジボアイは、強制のない単音節単語、または、飛沫音節では、を示すが、五末の音節では、または、愛、を示す。ウェールズ語は、数多くの付加記号を使う。サーカムフレックスは長母音を示すために使われる。従って、アー、エー、ー、オー、ウーは、常に長母音である。 しかしながら、すべての長母音にサーカムフレックスがついているわけではなく、サーカムフレックスがついていない字母、a, e, i, o, u, w, y は必ずしも単母音を表しているわけではない。クレーブアクセントは、大抵多言語から借用された単語で、長母音が通常を予想されうるときに単母音を示すために使われる。例えば、pa, ps, p i s m w g μ m グラムマイメートルなど。アキュートアクセントは、多音節単語において、強制のある、最終音節を記すために使われることがある。したがって、グイカオやダイクラインといった単語は、最終音節に強制がある。しかしながら、最終音節に強制があるすべての多音節単語が、アキュートアクセントを持つわけではない。例えば、コミュライグは、 アクセントなしで書かれる。アキュートアクセントは、記号なしでは渡り音が予想されるかもしれない場所で、字母 W が母音を表すことを示すためにも使われるかもしれない。例えば、男らしいという意味のグレード、レイスとねを意味するグレード、レイスの対比が挙げられる。同様に、トレマは、二つの隣接する母音が別々に、 発音されるべきであることを示すために使われる。しかしながら、トレマは、ジボアイが連結、アイジェイを表すために使われていることを示すためにも使われる。例えば、コピオは、KPJ ではなく、K、PiJ と発音される。グレーブアクセントとアキュートアクセントは特に形式、張らない書面では省略されることが非常に多く、比較的程度は低いがトレマにも、 同じことが当てはまる。しかしながら、サーカムフレックスは大抵含められる。発音区別符号付きの母音は、称号目的のための固有の字母とはみなされない。上述したように、サーカムフレックス付きの母音は常に長く、グレーブアクセント付きの母音は常に短い。もし母音がトレマ付きとすると、その長さはその環境によって決定されなければならない。 規則は方言によって異なる。すべての方言で強制のある母音のみが長い可能性がある。強制のない母音は常に短い。アクセント記号なしの母音は長い。アクセント記号なしの母音は短い。母音前はイいと発音されるときは他の母音が長くなる環境にあるときでさえも常に短い、芝、区分。強母音、または広めの強母音として発音されるとき、 y はその他のポイント同じ規則に従う。ディースディディグリンと、wntwntlmn および r の前ではアクセント記号なしの母音は長いこともあれば短いこともある。クイン yn プリン prn 変ヒー n ペン pndndn グリン wnwn。 すつも、スチュモ、も、マル、アマル、ケリン、ケけル、エヌ、コロろン、カルーン。最後の4例では、南部ウェールズ語発音のみが示されている。北部ウェールズ語では、最終音節以外の母音は常に短いためである。nn と rr の前では、母音は常に短い、ヌ、エニル、エヌ、カレグ、カー。北部方言では、長母音は強制があり、 単語の最終音節に現れる。最終音節以外の母音は常に短い。上述した規則に加えて、北部方言では S で始まる。子音連結の前で、母音は、長い、テスト、T、ショートトン。LL の後ろに子音が続かないとき、LL の前の母音は、短い、グエル、W。LL の後に子音が続くときは、母音は、長い、グワルと、WT。 南部方言では、強制のある最後から2番目の音節や、強制のある5末音節に長母音が現れるかもしれない。LL の前で、最終音節の強制のある母音は長いこともあるし、短いこともある。しかしながら、LL の前のペナルトの強制のある母音は常に、短い、D ラド、D ラド。S の前では、最終音節の強制のある母音は上実したように、長いが、 ペナルトの強制のある母音は、短い、メザー、マサー。シーン連結の前で、母音は常に短い、サン、サン、グワルト、ウォルト、ティスト、TST、二重音字 CH、DD、ホルティシモ、ラン、LL、PH、RH、スは、それぞれ二つの記号を使って書かれるが、これらは、すべて単一の字母とみなされる。これは、例えばラネスリーが、 英語では8つのジボなのと比較して、ウェールズ語では6つのジボとみなされることを意味する。その結果として、これらはウェールズ語のクロスワードでは、それぞれ単一のマスしか占めない。LL それ自身は、実際に中期ウェールズ語では、合字として書かれていた。並べ替えは、アルファベットに一致して行われる。例えば、ラはリーより前に来て、リーは、エレレイより前、エレ,レイは、前より、 前となる。自動並び替えは、本物の二重音字と字母の平地を区別するために、追加の情報が必要な場合があるため、複雑になることがある。例えば、レムは、ロングの後に来るが、ランジェファークより前に来る。上記の二重音字は単一の字母とみなされるものの、単語の頭を大文字にする必要があるときは一つ目の、構成字母だけが大文字にされる。二重音字中の二つの字母は、 単語全体が大文字で書かれるときのみ、両方とも大文字にされる。単一の字母としての二重音字の地位は、ウェールズ国立図書館やカーディフ大学のロゴで使われている、図案化された形式に反映されている。ありがとうございます。